確かにね、ランクで結構煽れるな。で、マザーさんはやっぱちょっと煽れない。真剣なもん。お坊さんは煽れる。でもね、やっぱね、マザーさんはね、真剣にロールに向き合ってる感じがしてね、ちょっと煽りづらい。普通に。その、なんかそういうのを置いといて。一方、クラッチ君は真剣にロールに向き合った結果、収益が減ったからロールやってない。 そう。収益は減ったのにコメントにはチクチクされる、チクチクが増えた。チクチクが増えたのに収益が下がった。ミッチーは切り抜きしが逃げた。太陽さんは動説が1万から400まで落ちた。悪魔みたいなゲームだな。ケンキさんの配信はケンキを沼に引きずり込むためにコメント欄がよしよししてる。<laughs> なんかちょっと前俺コメントで見たけどなんか関さんもそうじゃなかったなんか30レベルに行くまで、 めちゃくちゃうまいって言われてたのに、なんかあの、ランクやって、しばらくやって、なんか冷静に勝率見たら10%だったからやめたみたいな。なんかそういうコメントを見た気がする。ケンキさんも第二の関さんに、関さんってどんくらい行ってたんだろう、ランク。シルバー普通に上めじゃん。しかもなんかずっとガレン使ってなかったっけパンってへえ、めっちゃ向いてそう。 なんかイメージつくわ。パンって使ってる。